こんにちは、チョメです。サイドクエスト、生物問題、パート4分の3、スネープと会う魔法薬学の教室、やっていきますね。上。この赤いやつがね、タイムクエストだからね、ちゃんと映ってるかな。メルーラがキラキラ輝くもので、ニフラーをおびき寄せようとしているのを見た。イスメルラ、私、人間より生物の方が好きだわ。それ、同じかもしれない。人付き合い苦手なんだよな。巨大な計画は立ててるのよ、YouTube。ダンブルドア先生からマダムポンフリーのために医療用物資を揃えるように言われてきました。授業の後にしろ YouTube。え、やっと授業を受けれる？でもダンブルドア先生が、いや授業でいいよ授業で。この授業を教えているのはダンブルドア先生ではない。座りたまえ。え、やったぜ。これができるじゃん。今8か。授業。あ、1時間で星5。やったぜ。ちょっとだけ嬉しいこれ。マジか。ありがとう、スネープ先生。この部屋に生物が隠れているかもしれないな。仮にこれ星1以上合格でもこれは全て受けます。ちゃんと。僕の大鍋が冬眠する生物ってことにしてるんだ。助かった、ある意味。気が散ったなど失敗の言い訳にならない。え、でもどうなんだろう、実際溜まるかわかんないけど。魔法生物が走り回っているホグワーツは普通のホグワーツより楽しいわ。生物が教室という環境内でどのように振る舞うかについて作文を書いてる。なんか難しいこと言うね、ローは。マダム・ポンフリーは普段は直接スネープから物資をもらっているのかな？どうなんだろうね。この部屋に生物が隠れてるかもしれない。え、マジで？マジで？ちょっと見るか。いや、大丈夫、大丈夫。いないよ。大作戦よ、YouTube。大作戦。かわいい。メルラって結構好きなんだけどな。どんな状況においても、ウィーゲン・ウィルダ薬を生物に与えてはいけない。回復しちゃうからね。元気になっちゃうね。気が散ったなど失敗の言い訳にならない。まあね、魔法生物が走り回っているホグワーツは普通のホグワーツより楽しいわ。リズ、マジか。あ、まあリズも動物好きだったっけ、確か。キメラとか怖いよ。ゲット。医療用物資だ。 YouTube、 マダムポンフリーにはこれしか渡せないと伝えておけ。たったこれだけですか？バカどもが引き起こしたゴダゴダのために消費するなどもったいない。もっと有意義な使い方があるはずだ。まあ、スネープ先生の言うことも正しいな。もう少し分けてくれてもいいと思いますけど。なぜもっと渡さなければならへんのだ。あ、粘ったか。怪我をした生徒たちを助けるため。ダンブルドアの要望だから。先生はいかんや、寛大だから。先生褒めよっか。でも前褒めて怒らなかったっけ？大丈夫？先生はホグワーツの先生な、だけじゃなく、僕が今まで出会った中で一番寛大な人だからです。お世辞なら聞かないぞ、YouTube。うん、ダメだと思うよ。だが、ウィーゲン、ウィルド役をもう一つくらいは分けてやってもいい。やったぜ。ちょっとツンデレだったわ。ありがとうございます、先生。すぐにマダムポンフリーに物資を届けます。レーダーのいらない YouTube。早く出ていけ。これで一人の生徒が救われたね。このスネープ先生のおかげで。その生徒すごい喜んでくれると思うよ。次、ポンフリーと会う。病棟に来てください。その物資がとても役に立つでしょう。じゃあ行きましょうか。とりあえず見てみよう。ポンフリーと会う。また星1のやつがあったら放置作戦でいきます。すいません。あ、溜まってないじゃん、これ。8のままでした。なんか美味しい話と思ったんだよな。これもやらにゃいけんのだよな。病棟はわしの第二の家なんじゃ。だからこのクエスト、リアルタイムでやってる人もわかると思う。もうダブルで来てる時、クエストが。ストーリーラーの毒が溜まっているところで滑ったんだ。靴が溶けて危うく穴が開くところだったよ。まあ一応ジェムは1300まで無料で貯めてるからね。空から大きなものが吹い降りてくるのを見たよ。ドラゴンだって思ったらそのまま気絶した。いざとなったら使えるけどね。魔法薬学の教室から医療用物資を持ってきました、マダムポンフリー。ありがとうございます、ミスター YouTube。残念ながら早々必要になりそうです。マジか。よかった、早めに持ってきて。ケトルバーン先生に一体何かあったんですか？今回の怪我のことですか？それともこれまで私が彼に死した19回の治療のことですか？19回。多いな。とりあえず大丈夫か様子を見たいです。そうしてあげてください。私が負傷した生徒を治療している間、ケトルバーン先生のお世話をお願いします。じゃあお世話しよっか、ケトルバーン先生。星1個で合格。ケトルバーン先生、ごめん。あなた、ちょっと、適当に看病しますわ。ごめんなさい。星4。これで多分。あ、こんな感じで待つ。だからちょっと回復して、星1まで貯めて、ケトルバン先生申し訳ないけど放置します。じゃあ一旦終わります。すいませんね。
こんにちは、チョムです。エネルギー14ほど回復していきました。で、あと残り時間2時間だから、2、6、12、4、6、32、30ほど回復するんだよね。だからまあ星1かな。じゃあ1個ずつ見る。棚を調べる。マダム・ポンフリのウィーゲン・イルド役の在庫がもう底をつきそうだ。じゃあチョム。もうこの辺は大事にちょっとやっていくよ。ここにいる患者はみんな魔法生物に怪我させられたのかな。じゃあポンフリ。治療呪文の腕がなまらないように練習していましたか？エピスキーだね。マダムポンフリっていつもこんなに厳しいの？いや、厳しくないよ。じゃあ最後。もう二度と病棟に来たくない。これで星が上がったね。多分あともう全部同じだと思う。じゃあ最後、ケトルバーン先生に話して笑おっか。昔は、私専用のベッドがあったんじゃ。すいません。皆さん、すいませんです。これもあるんです。こんにちは、チョメです。お久しぶりです。プレイしてない間にケトルバーンの世話をするが終了しました。こればっかだね。すまんな。ゲット。ありがとう。おかげでだいぶ気分が良くなった。すいません。見捨てちゃって。次はどの魔法生物を捕獲せねばならんかの、ストリーラー、ヒッポブリク、ヒッポグリフ、休んでるべき。これって、見れるのが、どっち側見たい？皆さん。ストリーラーにしてみる？あそこにいる1年生がストリーラーの毒で滑ったと言っていました。誰かが怪我をする前に、ストリーラーを見つけた方がいいと思います。よし、わかった、ミスター YouTube。わしの客がちゃんと動くようになったら、すぐ君を手伝おう。ストリーラーあまり出てきてないような気がしたから、ストリーラーを選んでみました。ローアンを手伝う。談話室に来てくれ、チョメ。大変なことが起こったんだ。大きくてネバネバしてる。カタツムリみたいなやつかな。じゃあ、ローアンを手伝う。ほらほら、折ったカタツムリみたいなやつ。これペットなんだよね、一応、うちら。ストリーラーはどうやって談話室の中に入ったんだ？わからない。だけど、毒のせいで床がボロボロになったら、フィリット・イック先生が怒るだろうな。ここ分岐点だろうね。だから、ヒッポグリフにしとけばよかったかな。ペットでいつも見れるから。どうにかしておびき出せるはずだ。だけど、あの殻は有毒だから、薬草学で使うドラゴン側の手袋をはめた方がいいと思う。僕が手袋を取っている間、ストリーラーがどこにも行かないようにできるか？これ、大丈夫じゃない？あの、ストリーラーは。巨大でもカタツムリだから多分逃げようとしても大した距離は移動できないだろうけど、とりあえず目を離さないようにしておきよう。って言ったらカメとかでも意外と早いからね。とにかく頑張ってくれチョメ。急いで戻ってくるから。意外とナメクジとかも気づいたら移動してるってあるからね。何時間？これはさすがに星5で合格か。でもエネルギー見てください。休んだからちゃんと回復してます。では行きます。よーし。星5で合格だからね、今回は。少なくともソファーはまだ綺麗だ。ストリーラーと話せる？じっとしててくれ。ストリーラーくん、すぐに終わるから。じゃ、このテーブルをよく調べよう。床が溶け出したら、あのテーブルに飛び乗らなきゃいいかもしれない。ストリーラーは一体どうやってここに入ってきたんだろう。確かにね、このソファー誰、どうやって座ったんだろう。誰かが乗せたんかな。いや、でも毒があるか。起きているのかどうすらわからない。ストリーラーを見よう。体の色をもっと変えると思ったけど、今の色が気に入ってるんだろうな。毒で談話室のものが台無しにならないっていいけど。あ、結構いろいろ読めるね、コメント。やったぜ。嬉しいよ、ほんと。ちょっと。この本にストリーラーの排除方法が載ってたらよかったのにな。他は？うん。レイヴンクローってこの地球儀がね、特徴だからね。ケトルバーン先生だったらどうするのかな？だから他の談話室だったらどんな感じなんかね。みんなやっぱ椅子に座ってんのかな？あ、この辺はもう読んだね。じゃあどんどんやっていこうかね。はい。あ、動画を見るがあるわ。じゃあこれちょっと動画を見るでちょっと最後までちょっとやってみようかな。はい。チョメです。ある程度、進めました。ストリーラーと話す。でね、あれ、服装見たらわかると思うけど、ちょっと服変えてみましたわ。スカートなんですよね、男の人も。寮の誇りでもらったやつ。ゲット。なんか変でしょ、これ。一応ね、いろんな服を見せたいからね。何も破壊されてない。すごいじゃないか、チョメ。薬草学の教室からドラゴン側の手袋を取ってきたか？ああ、これでストリーラーをおびき出せるよ。こっからは僕がやる。ありがとう、チョメ。おびき出せるっていうか。
君こそありがとうロンワン。僕はこれ以上事態が悪化する前に残りの生物を捕まえに行くよ。ヒッポグリフも見たかったけどね。次は、あ、5時間か。後で会って YouTube、あんなに巨大なものを 見せたいの。あんたに巨大なものか。巨大なんだろうね。ちょっと気になるな。まだ出てないのかな。じゃあ5時間後、おやすみなさい。失礼します。こんにちは、チョメです。では、時間が経ったので、このメルーラと会いに行きます。メルーラと会う。さあ、次はどんな生物や？じゃあまずはペンと話そう。怖がるべきだと思うんだけど、不思議とすごく楽しいよ。お、でっけえニフラーがおる。こんなにでかい。シックルワースじゃないよね。いつかこんな日が来ると思ってたんだ。でっかい動物って言ってたから、ここまで成長するの？夢が叶ったわ。光るものを取っていくって、これは怖いな。メルーラ襲われそうだよ。大きなことを計画してるって言ったでしょ、YouTube。このニフラを巨大化したのか、バカげてるよ。援護帳ででかくできるの？チッチッシュー。バーナービーからアイデアを得たの。あいつにしては、まあまあいいアイデアだったわ。本来なら私の計画がこんな風に可愛く花咲くのは好きじゃないけど、巨大なニフラーがどれだけの被害を与えるのか考えてよ。損害ね。被害じゃなくて。まあ同じようなもんや。太陽の、太陽の光が絶妙な角度で窓に当たってキラキラ光ったらニフラーが城を丸ごと破壊するのよ。怖いこと言うな。笑ってるよ、メルラ。そしてあんたとあんたの生物好きのお友達が皆から責められるの。いや、メルーラ一番怒られると思うんだけど。元の大きさに戻さなきゃ。そんなことさせないわ、YouTube。え、もしかして決闘か？君に僕を止められるのか？フリペーンド、あ、また来た。プロテコ来い。あー、遅かった。あんたなんか力でねじ伏せてやる。あ、決闘っぽいな、なんか。あ、やっぱ決闘か。300。お、いいね、これ。ニフラ。メルーラ、まあ、攻撃的でいきましょうか。あ、攻撃的来ると思ってたよ。もう一回攻撃的で。あ、オッケー、よかった。守りになって。じゃあ何やるか。このスティーピファイっていうのを見せたいんだけどね。まだ覚えてないんだよね。コンフリンゴやってみる？コンフリンゴはあんまり食らわないけどダメージ。いろいろ見せよっか、やっぱ。はい。ちょっとゲーム音がちっちゃかったりとか、あれかもしれんね。あ、これはもう攻めるよ。チャンス。デパルソで攻めます、これも。2回ほど失神してるからもう自由にいける。ちょっとこのね、あの、イベントが全部終わったら、ちょっとなんて言うんだろう、編集してからちょっと音の設定とかね、ちょっといじってみます。だから次回変わると思う。じゃあ、守りに徹するで、最後攻撃できてくるでしょ。オッケー。瓶投げてもいいけど、何にするこれ。ボンバータ、インカーセラス。じゃあ、ボンバーダーにするか。これで終わりや。まあ、声は大丈夫と思う。ゲーム音がちっちゃいかもしれん。結構でかくしてるんだけどね。一旦燃え続ける。なんか今回余裕だったね。はい、ゲット。この巨大なニフラを元に戻させてもらうぞ、メルーラ。あんたって本当にユーアーもかけらもないわね、YouTube。じゃあ、レディッシオで、ちっちゃくしましょうか。レディッシオ。いや、でもさ、あれだよね。呪文を解くやつでもよかったけどね。このことを先生に告げ口したら、あんたの友達のハグリッドが罰せられるように仕向けてやるから。メルーラのしたことをダンブルドアに言う。メルーラのしたことを誰にも言わない。これは、ね、正直に言うわ。脅しには乗らない。屈しない。君のせいで僕たち全員の命が危険にさらされた。君のしたことをダンブルドアに伝えるからな、メルーラ。それでハグリッドが罰せられたら、彼にはあんたのせいだって言っておくわ。残りの魔法生物も見つけないと。切り替え早いね。なんかもうアンチ対策できた。お、どこを見ても魔法生物パート3を完了。あと1日と22時間あるから余裕かな。ゲット。どこを見ても魔法生物パート4。ハグリッド、ケトルバーン、エイモスは生物たちの中で最も権威のあるものの捕獲を手伝って欲しがっている。運が良ければその背中に乗って空を飛べるかもしれないを開始していきます。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。次回こんな感じだね。エイモスと会う中庭。失礼します。一旦失礼します。